皆さんこんにちは、くみきこと船山くみこです。今日はですね、お料理編ということで、パーティーだったりね、そういう時に使えるパエリアを作りたいと思います。でもパエリアって言っても、まあベーシックなパエリアってもエビだったりとかが入ってると思うんですけど、今回は私の大好きなちょっと牡蠣を使ったパエリア、あと牡蠣とキノコのパエリアを作っていきたいと思います。今回使う材料なんですけど、キノコはマイタケ、エリンギ、マッシュルームですね。あと魚介は牡蠣で、あと玉ねぎとニンニクです。早速始めてみましょう。でまずはですね、サフランライスを作りたいので、やっぱパエリアといえばね、黄色いお米だと思うので、このサフランをお湯で戻していきます。お湯をさっき沸かしておいたので、サフランの中に、この容器のね、耐熱皿の中にもこのまま入れちゃいます。あ、すごい黄色くなりました。魔法がかかりました。そしてこの子を戻しておいている間に、カキちゃん、このままだとね、ちょっと臭みが残ったりするので、ちょっと臭みと汚れを取っていきたいと思います。まずはあの片栗粉とお酒を入れていきます。そしてお塩を一つまみ入れていきます。で、この今入れたものたちを混ぜていきます。で、ちょっと混ぜていきまして、さっと混ぜていったら、お水で流しちゃいます。お水でこれもさっと洗ってざるにあげちゃってください。うん、かきちゃんたちが綺麗になりました。で、この洗った牡蠣なんですけど、ペーパーとかで拭いちゃってください。軽く、まあ、軽く拭いてあげて、水気を取ってあげます。このね、ちょっとした ひと手間でお料理は美味しくなるので、水気を取ります。ほい。そしてこの、臭みを取った牡蠣たちに塩コショウをちょっと振ります。まあ、一つまみぐらいかな。パラパラパラーっと、でコショウもパラパラーっと、小麦粉をまぶします。この小麦粉をまぶしてあげると、牡蠣の身がすごいプリッとするので良いのです。バットの中で小麦粉を牡蠣にこう薄く均等にまぶしてあげます。うん。そして続いて、あの野菜を切っていきたいと思います。今日はね、お野菜は玉ねぎとニンニクだけなので、みじん切りにします。いいですね、切る工程が少ないっていうのは。じゃあ玉ねぎみじん切り、みじん切りに縦に切って、横に切って、玉ねぎは2分の1ですね、使うのは。で、私動物を飼ってるんで、ネギ類は床に落としたらまずいので、すっごいいつも、もうとにかく落とさないように真ん中に集めながら切ってます。みじん切りができました。はい、という感じで玉ねぎみじん切りです。続いてニンニクみじん切りにしていきます。ニンニクはちっちゃいからね。ニンニクのみじん切りも自己流だから合ってんのかわかんないけど、
なんかざっくり薄切りにして、めちゃくちゃマシュくんがニンニク好きだから、ニンニクはひたすら切ってます。お家でニンニクもね、落としちゃうとやばいから、できました。ほい、ニンニクみじん切り完了です。玉ねぎとニンニクがみじん切りが終わったら、今度はキノコを切っていきたいと思います。まあ、今回リンギとマッシュルーム、あ、マシュくん、マシュくんとマイタケを使っていくんですけど、マッシュルームがはなんかこう汚れだったりとか土がついてたりするので、濡れたペーパータオルで拭いてあげてください。これはでもすごい綺麗、綺麗でございます。君はおい、綺麗です。そしてこのペーパーで拭き取ったマッシュルームを薄切りにしていきます。縦に、ほい、薄切りにしました。そしてエリンギ、エリンギはこれをまず縦に切ります。縦に切ったら横にして、この子を薄切りにしていきます。はい、薄切りになりました。そしてマイタケ、このマイタケちゃんはもうこれは手でほぐしていきます。舞茸大好き、なんか舞茸の香りを嗅ぐと、おばあちゃんの家に行った時にキノコ取りとか言ってたんですよ、山形なので、それを思い出す。おい、という感じでキノコが切り終わりました。それでは炒めていきたいと思います。まずフライパンを温めます。中火にしていただいて、オリーブオイルを半分入れてください。これぐらいかな。このね、フライパンがすごい使いやすいんですよ、くっつかない。で、このカキちゃんたち、さっき小麦粉をまぶしたカキちゃんたちを温まったら焼き目をつけていきます。火がね、通るのが早いから、ちょっとまあ焦げないように、こんな感じ。あ、ちょっと色味ついてきましたよ。ええですね。なんかね、焼きながらストレッチとかしてます、いつも。アキレス腱伸ばしたり、あと腰回り伸ばしたり。なんかね、胃が硬くなると、胃回りとかお腹回りが硬くなると調子が悪くなるから、よくくねくね動いてる。お、そんなことを言っている間に焼き色がついてきました。うん、ちょっとオリーブオイルも吸って、色が変わりましたね、牡蠣の。で、そしてここにキノコを炒めていっちゃいます。このさっきね、切ったキノコたちを入れちゃいます。あ、すごいいい香り、全部入れちゃいます。そして炒めます。
全体に火を通していきますね。これさ、全然野菜とか入ってないけど、これだけキノコ入ってたらめちゃくちゃ豪勢ですよね。ちなみに今はこのフライパンは26センチのフライパンを使ってます。で、26センチでね、このさっきの分量でこれだけ具沢山になるのですごい豪華。4人以上だったらね、全然出してすぐペロッと食べちゃいそう。で、ここに白ワインを投入していきます。これ白ワイン今 50cc ですね。 50cc をこの炒めたキノコとかきにくるくるくるっと、で、ひと煮立ちさせます。そしてひと煮立ちしたら火を止めて、またこのね、汁ごと、この汁大事な旨味エキス詰まってるので汁ごと一度取り出します。あー、いい香り。はい、こんな感じです。続いてまたまあフライパン、さっき使ってたフライパンに火をつけていただいて、さっき残ったオリーブオイルですね、オリーブオイルを全部入れちゃいます。はじめにみじん切りしたニンニクと玉ねぎも入れちゃいます。ちょっとしんなりするまで炒めていきます。あ、来ました、いい香り。こんな感じかな。ある程度まあしんなりしてきたら、お米を加えていきます。そのままですね、お米は硬いままのお米を加えていきます。全体に玉ねぎとニンニクを混ぜ合わせます。で、全体にお米にも油が回ったなっていうところで、さっきお米は2合でお水は 450ml 入れていきます。おー、いい音入りました。バッチリ。一番最初に戻しておいたサフラン、サフランを入れちゃいます。で、サフランを入れて、お次にお塩、お塩は小さじ2分の1です。入れていきます。バッサーっと。そして鶏ガラスープの素も大さじ1入れていきます。今回はもうみんなが簡単に作りやすいように鶏ガラスープの素を使ったんですけど、この時に貝柱の素っていうのもあって、それを使ってもらうとより魚介の旨味の強いパエリアになるので、もしなんかそれが見つけられたよっていう方は使ってみてもいいです。で、煮立ってきたらたまにちょっとこうやって混ぜてあげてください。多分パエリアってなんで黄色いお米なんだろうって思う人もいるのかな。私最初思ってましたもん、料理する前。こうやってできてるんだって感じですよね。すごいいい感じ。結構煮詰まってきました。こうやってヘラでやった時に、まあ、線が出るぐらい煮詰まってきたら、とってもいい感じの合図です。私が今まで知ってたパエリアだと炊き込んじゃってそのまま放置っていうのが多かったんですけど、こうやってちょっと多めのお水で煮詰めてあげることによって、お米一粒一粒に旨味が閉じ込められるので、よりパエリアらしくなるし、すごい美味しくなる工程です。さっきのキノコと牡蠣を入れていきます。煮汁ごと入れていきます。散らばるようにね。牡蠣も固まらないように。これは嬉しいわ、お家で出たら。
ここからは蓋をして炊き込みます。火は弱火ですね。弱火にしていただいて蓋をします。蓋をしてだいたい15分から20分炊き込んでいきます。お、いい感じになってきました。わー、ふっくらー、バッチリです。いい感じすぎる。ふっくらとしてきたところで、ちょっと最後に強火にして水分を飛ばしていきながら、ちょっとおこげもつけていきたいと思います。めちゃくちゃ私はいい香りがずっと顔に浴びてました。これでいいかな。はい、という感じで今パエリアが出来上がったので、ここからスライスしたレモンと、あとミニトマト、これは4分の1にカットしたミニトマトと生のパセリをみじん切りにしたものをちょっと彩りとして飾っていきたいと思います。はぁ、たまらんよ。おい、周りに一周レモンを引いて、じゃトマトも散らします。あ、綺麗だよ、かきちゃん綺麗だ、いい感じ。そしてパセリ、パセリをパラ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 、はい、というわけで完成しました。おいしそう。今回は牡蠣ときのこのパエリアで、まあちょっとしたおもてなしの時だったりとかパーティーの時に出していただけたらなと思って作ったんですけれども、ぜひ皆さんもお家でトライしてみてください。とっても簡単にできましたし、とっても美味しいです。なのでぜひ皆さん作ってみてください。というわけで今日は皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もしてください。ではまた YouTube でお会いしましょう。おこげいい感じにできました。これは豪快にいっちゃおう。なんかすごくレモンも入ってるので酸味もあってめちゃくちゃ食べやすいです。そしてしっかりと魚介の味も出てますし、牡蠣の味もお米にしっかりついてるし、めちゃくちゃ美味しい。たまらん。